この動画では加熱や冷却を伴う実験をこれから始める人向けに、温度制御や温度測定、加熱、冷却装置の具体例について紹介します。私たちが何か材料を作るときには、その原料を加熱することが多いです。また例えば柔らかいゴムなどを冷却すると硬くなるように、物質の性質は温度によって変わります。そのため温度の制御は物質化学研究において非常に重要です。ここから温度を制御する方法、温度を測定する方法、そしてそれらが用いられる実験装置の例を紹介します。はじめに、そもそも温度の定義は何でしょうか。2019年以降の国際単位計では、ケルビンを単位とする温度は以下のように定義されています。温度はボルツマン定数 K を 1.380649×10−23 乗ジュールパーケルビンと定めることによって定義されます。つまりエネルギーを 1.380649×10−23 乗という数値で割った値が温度となります。この定義に基づいて構成した温度計で測定すると、水の融点は約 273.15K、 つまり約0度となり、水の沸点は約 373.15K、 つまり約100度となります。ケルビンの値から 273.15 を引いたものが度 C になります。物質化学研究で主に用いられる温度はだいたいここに示す範囲です。低温側では絶対0度である 0K、高温側ではおよそ2000度です。通常材料を作る場合には、原料を室温より高い温度に加熱します。これは温度が高い方が原子の運動が激しくなるため、均一に混ざったり安定な構造に変化したりするためです。例えば複数の金属を混ぜて合金を作る場合、融点以上にして液体にした状態で混合させます。あるいはシリコン基板状に別の物質の薄膜を作る場合、高温ほど高品質なものができる場合が多いです。ただしシリコンの融点である1410度を超えると基板が溶けてしまうので、それより低温で行う必要があります。一方、材料の性質を測定する場合には、試料を目的の温度に変えて測定を行うことがよくあります。例えばコンピュータに使われる半導体は、高速処理中は数十度になるので、高温でも特性を維持できるかどうかを調べる必要があります。あるいは物質中の電子の状態を知りたい場合には、室温では温度が高すぎるので液体ヘリウムの沸点である 4.2K 程度まで冷却することもよくあります。このように目的に応じて試料の温度を制御する必要があります。では試料を加熱したり冷却するにはどうすればよいでしょうか。物質の温度を変えるためには様々な方法があり、どのような環境で何を何度にしたいかによって用いる技術も異なります。まず試料を加熱する方法について解説します。よく用いられる加熱方法は大きく分けて2つあります。1つ目はヒーター、つまり発熱体に電流を流してジュール熱により発熱する方法です。左の加熱炉では赤矢印で示す SIC でできた数本の発熱体に電流を流して加熱します。 SIC ヒーターを持つ加熱炉では待機中で1500度程度まで加熱できます。この炉の場合、炉内の大きさは縦横高さおよそ10センチ程度です。右側に示す加熱炉ではカーボン製の発熱体に電流を流して加熱します。2200度程度までの加熱が可能です。ただし酸素中で加熱するとカーボンヒーターは燃えてしまうため、真空中か不活性ガス噴気中でなければ使えません。加熱方法の2つ目は赤外線や誘導加熱により試料台を加熱し、そこからの熱伝導で試料を間接的に加熱する方法です。左の赤外線加熱装置では、一番上のランプで生じた赤外線をミラーで試料台付近に集光して加熱します。加熱されるのは試料台で、台に乗った試料は台からの熱伝導で加熱されます。右に示すのは
別の装置で資料台と資料を赤外線レーザーにより加熱している様子です。高温ほどより明るく輝いて見えます。間接加熱では熱源は加熱室の外側に存在するため、加熱室内をクリーンに保つことが可能です。ヒーター加熱と間接加熱のいずれにおいても、目的の温度に加熱するためには出力を制御する必要があります。加熱をしながら温度を測定し、その時点での目標温度との違いによって出力を変えます。多くの加熱装置では温度コントローラによって PID 制御と呼ばれる方法で制御しています。 PID 制御とは比例積分微分制御のことで、 PID の値を変えることで応答の速さや精度を変えることができます。主な加熱方式をまとめています。青がヒーターによる加熱、赤が間接加熱方式です。電気炉には鉄クロム線、カンタル線、SIC、二経化モリブデン、カーボンなどの発熱体が用いられます。それぞれ加熱可能な温度範囲や価格が異なります。高温にできるものほど高価です。間接加熱には赤外線やレーザーによるものの他に、電磁誘導を利用した誘導加熱もよく用いられます。いわゆる IH ヒーターと同じ原理です。これらによって1500度程度以下で酸化物などを作る場合には大気中で加熱を行うことが多いです。一方、金属や半導体薄膜などを作る場合には資料やヒーターの酸化を防ぐために、真空中や不活性ガス中で加熱を行います。間接加熱では1500度以上の加熱ができるものがありますが、これらも加熱室は真空や不活性ガス噴域にすることが多いです。真空中ではガス中とは違ってガス分子による熱伝導がないので、熱の伝わり方が大きく異なります。目的に応じた加熱方法で実験を行います。続いて資料の冷却方法を解説します。多くの場合、液体窒素や液体ヘリウムなどの冷媒を用います。液体窒素は沸点が77ケルビンであるため、沸騰している状態は77ケルビンです。そのため液体窒素中に資料を投入すると77ケルビンに冷却することができます。濡らしたキムワイプなどを液体窒素に入れてパリパリにしたりしてよく遊びます。さらに温度を下げるには液体ヘリウムを使います。右上の写真は液体ヘリウムの100リットル容器です。液体ヘリウムを使うと資料を 4.2 ケルビンに冷却できます。希釈冷凍機と呼ばれる装置を用いて、ヘリウムの同位体の希釈を利用して 0.1 ケルビン以下の温度にすることもあります。液体窒素や液体ヘリウムを使った低温実験では、クライオスタットと呼ばれる装置が使われることが多いです。ここに示すクライオスタットでは、右下のコンプレッサーから赤矢印の経路で液体ヘリウムを流通させることで資料付近を冷却します。クライオスタットでは冷媒による資料の冷却を行うとともに、外部からの熱を遮断し温度を一定に保ちます。また冷却中に資料が大気に接すると資料に氷がついてしまうため、クライオスタット内は真空引きされるか不活性ガスで満たされることが多いです。さらに冷媒による冷却をしながらヒーターによって加熱することで温度を変えることもできます。このように冷媒とヒーターを組み合わせて測定したい任意の温度に資料を冷却することが可能です。液体窒素や液体ヘリウムは気化すると体積が数百倍になります。そのため換気にはよく気をつけないと酸欠になってしまうので注意が必要です。また場合によっては冷媒を使わずに冷却する方法もあります。ペルチェ冷却、放射冷却、レーザー冷却、磁気冷却、循環冷却水による冷却などが使われます。ここからは温度の測定方法について解説します。最も広い温度範囲で測定できるのは熱伝対です。熱伝対とは2種類の金属を溶接することで温度差による熱気電力を温度に換算するものです。左の写真は
白金ロジウム合金と白金を接合した R 型熱電錐です。 R 型熱電錐は室温から1700度程度の範囲で使うことができます。先端の溶接部分を測定したい箇所に接触させ、電極をつないで電圧を温度に変換します。試料に直接接触できない場合には、試料のすぐ近くの試料台に接触させ、そこの温度を測ります。左下の写真のように熱電錐がセラミックスの保護管に入れられた状態で使われることも多いです。右下の SIC ヒーターの電気炉では、奥から手前に向けて保護管付きの熱電錐が出ています。熱電錐には接合する金属の種類によっていくつかの種類がありますが、後でまとめて示します。高温側では放射温度計と呼ばれる温度計もよく使われます。最近では簡易的に体温を測定するために放射温度計が使われることも多くなりました。通常、物質は温度に依存して赤外線などの光を放出します。放出される光の輝度は波長と温度に依存するので、温度に換算することが可能です。放射温度計の最大の特徴は非接触での測定が可能であることです。ガラス窓を通して装置の内部の試料温度を測定することができます。ただし、測定対象の輝度はその物質の放射率に依存します。つまり、対象の放射率が分かっていないと正しい温度を測定できません。新しい材料を作る実験をする場合、もちろん放射率は不明です。また、放射温度計が見ている対象の表面状態がわずかに変わるだけで、温度も大きく変わって表示されます。さらに、光沢のある金属の測定は難しいです。そこで実際には、右下の写真のように、放射温度計の場合も直接試料を測るのではなく、試料の近くにあり、放射率が分かっている試料台などを測ることが多いです。このような場合、実際の試料の絶対的な温度の測定は難しいです。ただし、他の条件で行う実験との相対比較のためには十分です。室温より低い温度の測定には、抵抗温度計が使われることが多いです。例えば、白金の電気抵抗は、左の図のように温度に依存して変化します。このデータに基づいて、抵抗を測定して温度に換算するのが抵抗温度計です。白金抵抗温度計は14から800ケルビン程度の温度範囲でよく使われます。10ケルビン以下では温度依存性が小さくなるので、極低温には向いていません。右図に示すクライオスタットにはこの抵抗温度計の測定端子がついています。測定温度範囲によって金属やセラミックスなどいくつかの抵抗温度計があります。よく用いられる温度計をまとめた表がこちらです。多くの電気炉では低温では K 型、高温では R 型、さらに高温では B 型の熱電錐がよく使われます。高温用のものほど希少な金属を使っているので高価です。これらの他にも S 型、E 型、J 型、T 型の熱電錐があります。非接触での測定が可能な放射温度計は、半導体などの光検出器が用いられることが多いです。抵抗温度計は、温度範囲によって金属や半導体などが用いられます。抵抗温度計と似ていますが、室温付近では半導体などのサーミスタと呼ばれるものが使われることもあります。使用できる温度範囲は狭いですが、抵抗の温度依存が大きいため、高感度での測定が可能です。すべての温度計に関して共通する注意点として、表示される温度を盲目的に信じてはいけません。試料の温度が実際に表示される温度になっていることは少ないです。その理由の一つは、熱電錐や放射温度計の場合、直接測定するのは試料ではなく試料台であることが多いためです。試料台と試料がどのように接触しているか、熱がどこにどの程度逃げるかで温度は大きく変わります。抵抗温度計の場合は試料との位置関係によっても変わります。また放射温度計は特性が変化しやすいので、定期的に更正が必要です。
表示される温度が厳密には正しくないことを前提として実験を行う必要があります。最後に温度制御を利用した実験装置の例をいくつか紹介します。左に示すホットプレートでは最大300度までの加熱が可能です。側面から見るとヒーターや熱伝対のリード線が見えます。軽熱伝対による PID 制御で温度を制御しています。真ん中の環状炉は真空中での加熱が可能なように改造しています。右下の赤矢印で示すように SIC ヒーターが上下に8本あります。最高1500度までの加熱が可能です。上の矢印で示す位置に保護管付きの R 熱伝対がついています。保護管の先端を炉心管に接触させて温度を測定します。右に示すホール効果測定装置ではクライオスタットによって試料を室温から 15K の範囲で制御できます。液体ヘリウムによる冷却とヒーターによる加熱を組み合わせて各温度に制御します。それによって温度を変えながら試料の電気抵抗や移動度、キャリア濃度の測定を行います。このように実験では様々な目的で試料の温度を制御します。加熱炉を利用してグラフェンやカーボンナノチューブを作る方法は別の動画で解説しています。よろしければ概要欄のリンクからご覧ください。以上です。ご視聴ありがとうございました。